どうもウェダックスです。本日は V カラーさんから提供いただいたメモリーを紹介したいと思います。今回 V カラーのシャツもね着させていただいております。でこの V カラーなんですけども DDR4-3600 オーバークロックですねのメモリーのセットになっていて、2枚なんですけど他にプラス2枚ダミーのメモリーがついています。これによると1スロットと3スロットをダミーにして2と4を本物のメモリーを挿すとこう綺麗に4スロット埋まって綺麗に光るよということになるんだと思われます。はい。でですね、M.2 のダミーの方もいただきました。こちらもつけてみたいと思います。はい。それでは開封していきますが、ですね、結構ね V カラーさんのメモリーはAmazonとかのレビューを見る限りかなり好評みたいですね。ただ、お値段もそれなりにするかなという気はします。私は基本的にメモリーは安いものを購入してしまうので、あまりこういう高級感のあるメモリーを使ったことはないんですけども、すごく重厚、重いね。で、こっちが本物で、こっちがダミー。見た目的には、ほとんど差がないですね。こっちが本物で、こっちがダミー。まあ、基板っていうか、表面にね、ちゃんとメモリーの仕様が書かれてありますので、こっちがダミーでこっちが本物だっていうのはわかりますね。はい。そしたら本物のメモリー、開けてみますね。はい。こちらが本物で、こちらがダミーと。で、M.2 の方のダミーも開けます。はい、これが M.2 のダミーですね。これもだから光るマザーボードを光らすためにあると思ってください。では、これをですね、マザーボードに挿していくわけなんですけども、マザーの方、今回ね、V カラーさんから経由でですね、アスロックさんからスティールレジェンドを提供していただきました。で、マザーが、こちらです。はい。先にですね、違うメモリーでマザーボードの方の動作確認はしておきました。ので、問題なく動くと思います。では、箱に書かれていた通りに、ダミー、本物、ダミー本物ですね、の順番で付けていきたいと思います。まずダミー。はい。重厚感のあるヒートシンクのついた LED、RGB メモリーですね。はい。そしたら次に、M.2 ですね。こちら。M.2 の方も、普通に M.2 スロットに挿してですね、多分ネジを止めれば、おしまいと。はい。メモリー4枚。M.2 のメモリー取り付けましたんで、これで基本的には取り付けは完了ですね。これから、マザーボードの配線します。電源、マザーの主。マザーの主を挿しまして、あとは、CPU の電源ね。はい。この2つの配線が終わりました。映像の方はこちらに出したいと思いますので、CPU がね、Ryzen の4350なんで、マザーボードの出力が使えます。はい。で、一応、キーボードとマウスも取り付けておきます。はい。スティールレジェンド、結構ハイエンドなマザーなんで、熱関係に強いような仕組みになっているんですね。そして、ヒートシンクなんかもしっかりしたものが付いております。はい。そしたら、これで動作テストしてみたいと思います。正常に動作すればBIOSがこちらに出てくるんですけども、それまでにどういう光り方するかご注目ください。今電源を入れたんですけども、今のところどこも何も光ってないですね。これでマザーボードの基板の方ショートしてどういう動きをするかご注目ください。それでは電源オン。はい。まずマザーが光りましたね。で、メモリーの方はまだ光ってない。今同時に M.2 とメモリーが光り始めました。こんな感じでね、光っております。おー、綺麗。
綺麗ですね。ほんでこれで BIOS の方が正常に動いていれば出てくるはずですね。はい、正常に出てきました。メモリーは2スロットと4スロットが正常に認識、 2666.8GB と認識されております。そして、奇数スロットがノーンですね。何もないよということ。まあ M.2 もそうなんだと思いますね。だから認識されていないスロットにも電気が流れているので、それによって光っているという感じなんですかね。一回ちょっと部屋の電気を暗くしてみたいと思います。消灯どうすか。これで CPU クーラーなんかもね、 RGB で光らせるといいかもね。スティールレジェンドはまずここが光ってるし、ここも光ってる。で今メモリーと M.2 が光っているので、かなりカラフルに輝いて見えます。でアプリかなんかでこういうのを制御すれば、さらに自分の好きな色にカスタマイズできるんだと思います。電源入れます。はい、あとですね、このメモリーなんですけども、オーバークロックですね、プリズムプロ RGB ゲーミングキットと書かれていまして、 DDR4-3600 に対応していますので、オーバークロックが効くはずです。マザーボードの方で、アスロックだとこのオーバークロックのところをクリックしてもらって、でロード XMP セッティングっていうのがあるんですが、これをオートから XMP2.0 プロファイル1ですね、すると電圧 1.35V に設定されますので、これで再起動してみてどうか。再起動します。でアスロックの方は正常に起動した時には、ここの番号がチラチラ変わりながら、最終的に A6 かなで終わると思うんですよ。 A6 ですね、 A6 で終わって BIOS の画面が出る。だから何かエラーがあっておかしいなっていう時は、ここのエラー番号をチェックしてみてください。でアスロックエラー番号、この番号を入れるとどういう内容かっていうのを大体ググれば出てくるかなと思います。 B の方なんですけど、 DD4-3608GB で認識しましたね。 XMP2.0 プロファイル下に出てますね。 V カラー46001、4600-2と、はい、正常にオーバークロックで動作しております。本日はとりあえずここまでで、オーバークロックした時としてない時との差っていうのもまた次回かそのうちやってみたいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、どうだったでしょうか。 V カラーさんのメモリーです。かなりね、高級感のあるヒートシンクもしっかりついているいいメモリーですね。予算さえあれば今後も使っていきたいかなと思うんですけども、私は基本的に安いメモリー使うんで、ただちょっといいなと思ったのは、この LED があることによって動いてるかどうかが視覚的にわかるじゃないですかね。ちゃんと認識しないと光らないと思うのと、まあ電気が流れてないとまず光らないと思うので、動作テストにもすごく向いてるかなと思います。はい、マザーボードの方はね、スティールレジェンドは本当にいいマザーですので、アスロックのマザーお考えの方はご検討ください。まあスティールレジェンドもそこそこ値段はします。はい、ということで本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。